こんにちは。今回は100均の材料でソネングラスもどきのグラスを作ってアレンジしてみました。ガラスポットより一回り小さな空き瓶の蓋にフォームを貼ってアレンジをしていきます。その前にソーラーライトのヘッド部分をひねって外し、ガラスポットの蓋の裏側にはめ込みます。このヘッドは約直径、約 5.5 センチで、このガラス瓶の蓋にはやや小さかったので、厚さ3ミリのクッションテープを蓋の内側に貼ってずれないようにしました。一周貼ると厚くなりすぎてライトが入らなくなるので、半円のみ貼りました。さらに補強のために両面テープをライト側に一周貼り付けて、ガラスポットの蓋の裏にはめ込みました。アレンジする花材のうち、茎の弱いものをワイヤリングとテーピングをしていきます。アジサイは、そのまま使うと広がってしまいますので、2つぐらい束ねて、U 字に折ったワイヤーでワイヤリングをして留めていきます。そうするとまとまりも良くなって、しっかり、フォームに刺すこともできます。アジサイは手前に刺していきますので、なるべく短めにカットしておきます。100均以外の家にあった芋をてるや玉ラックコーンやたたりかなども、今回使いました。茎がしっかりしているものはそのまま刺していきます。ドライフォームは 1.5 から2センチぐらいの厚さでセットしました。瓶がかなり、低かったのでアレンジに苦労しましたけれども、もう少し背の高いガラスポットを買った方がいいかなと思いました。360度どこから見てもいいようにアレンジしていきますが、真ん中に刃物を背を高くして刺していき、アジサイはその周りに刺していきます。Thank you.
アジサイはもう少し手前に、刺していく方が良かったですね。この後で余白部分に、モスを乗せていくんですけれども、この位置にアジサイを刺すとちょっとモスの部分が広くなりすぎて、あんまり良くなかったので、もう少し縁の手前ぐらいに刺した方が良かったなと思いました。タタリカも、間に入れていきます。セリアなどにもすごく可愛い、ドライフラワー、小さなドライフラワーやプリザーブドフラワーのセットになったものも、ありますので、そちらでもとても可愛くアレンジできるんじゃないかなと思います。スターチスはダイソーのものですね。これポロッと取れやすかったの、ヘッドの部分が取れやすいので、こちらはワイヤリングしました。カスミソウも、いろんなところに、ばらして配置をしていきます。ユーカリの存在を忘れていましたので、ちょっと先に刺しとかないといけなかったんですけれども、ここで中央の真ん中のところに刺していきました。そして最前にはイモーテルや、タマロックコーンなどの、丸い、見物を刺していきます。最後に、見えているドライフォームを隠すために、木工用ボンドで、ダイソーのモスを貼っていきます。常に高さがどうかなと気にしながら作っていたんですけれども、やはりもう高さがギリギリに電球にお花が当たってしまうような感じでした。ガラス瓶とアレンジを両面テープで貼ります。
細い棒状のもので、ゆっくり、フォームがあまり刺さらないような感じで、弱い力で、テープがくっつくように押していきます。このポットは高さが8センチしかないものでかなりキツキツになってしまったんですけれども、あとソーラー部分の黒いのが出っ張っていてちょっとやっぱり気になりますね。ダイソーの同じシリーズの背の高いこちらのポットの方がもしかしたらいいかも。で、こちらの可愛いポットは高さ 10.5 センチもあるのでいいかもしれません。で、私は家にあった、これも100均で買ったものなんですけれども、こちらに移し替えて、でアレンジも少し背を高くして、やり直してみました。蓋の部分が、無色透明なものですと、ソーラーライトが当たって充電できます。でスイッチもあります。ただやっぱり本物のソネングラスに比べるとどうしてもライト明るさが弱かったり、充電マックスで充電してもそんなに持ちも良くないですし、すぐに切れかかってチカチカしてしまったりということがあるんですけれども、気軽に、ハンドメイドできますので、こうして作ってみるとね、すごい可愛いなと思いましたし、半分カーテンを閉めるだけでもこうして明かりが自動で灯ってくれますのでね。で、下に映る影がとっても綺麗だったので、いいな、癒されるなと思いました。夕方暗い玄関に置いてみても綺麗な感じで、灯ってくれました。ご視聴ありがとうございました。